どうもー、影やんです。今日は2021年5月15日土曜日、土曜日の朝の空ということで、今日は晴れですね。晴れの空、すごく気持ちよくこう晴れてるんですけど、今日なんか、夕方か夜からか雨らしいんですけど、そんな気配全くないぐらい晴れてますが、まあそう天気予報で言ってるんで、まあ雨が降るんでしょうね。ということで野菜見ていきます。唐辛子、こう、うん、いい感じでこう育ってるかなというところで、まだ実はできてない。こっちの唐辛子もまだ実がなってないということで、あとキュウリですね。キュウリもまだですね、ちょっと何かこう生まれそうな感じではあるんですけどもね。でこちらが、新しく買った唐辛子ですね、唐辛子の苗、これはまあこれから、この唐辛子はプランターでなく直植えということになります。そしてですね、こちらが、ナスですね。ナス、おだいぶこういう感じですね、これがナスになります。でこちらもナス一つこうちょっとできてますね。でこれが新たにこう買ったキュウリですね。これが JA の苗のキュウリなんで、かなり期待できるこう苗かなというふうに思ってます。茎のとこもかなりこう太いし、こういい感じですね。これはなかなか期待できるんじゃないでしょうか、うん、ということで、まあまあ、うん、今日は土曜日なんでね、休みの人も結構いるかもしれないですが、僕は一生懸命仕事に励みたいというふうに思います。ということで以上です。ありがとうございます。